さ、なんか顔になんか物干し竿みたいなの触ってるよね。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。ゴルゴニックガーディアンっていうね、バカほど強いモンスターが来たんで、今日はこのゴルゴニックガーディアンをね使ってね、使ってっていうか活躍させてデュエルをしていきたいなと思うんですけども、このモンスターね、ちょっと見た目めちゃくちゃ気持ち悪いですし、こいつ岩石族なみたいな見た目してるんですけど、まあ、遊戯王はね、あの種族は宣言制になってますんで、僕戦士族ですって言えば戦士族になりますし、僕岩石ですって言えば岩石になれるんですけども、このモンスター、岩石族レベル 3×2 っていうね、条件なんで、まあ、ちょっと難しいです、出すの。ただし、今回のこのメインデッキ見ていただけば分かる通り、なんとね、1枚でゴルゴニックガーディアンが出せる仕様となっております。この、苦渋の決断っていうカードとか、を使うとですね、何が起きるかっていうと、挙兵万兵っていうこれスキルがありましてですね、自分の墓地に存在するすべての岩石の挙兵を岩石の万兵に変えるっていうね、これで、これフィード上に岩石族がいると特殊召喚できるよっていう、まあモンスターになってますんで、要するにこの苦渋の決断っていうカードが、1枚でゴルゴニックゲートガーディアン、エアトスの力オブスタチューを出せるっていう、まあそういうカードになってるんですよ。なのでこの苦渋の決断を引いて1枚で展開していきたいっていう、そういう感じのデッキですね。で、ゴルゴニックゲートガーディアンの力オブスタチューさんの効果なんですけども、この人は、一旦に一度このカードのエクシス作用を1つ取り除いて、アイディフェイト上の表側表示のモンスターを選択し、ターン終了時までそいつの攻撃力をゼロにしながら効果を無効にするっていう、しかもこの効果は相手ターンでも発動できるっていうね、誘発即時効果っていうね、最強の効果になっております。なのでこいつと先行とかで立てるとめちゃくちゃ制圧力が高いということで、今回はこのモンスターを立てながら、ただまあ言うてね、こいつ1体立てとくだけではね、まあそんなにそこまでさほどっていう感じなんですよ。なので後ろにね、罠を構えられ罠っていうか、妨害札を構えられるようになるべくね、月の書とかデモンチェーンとか入れてるっていう感じですね。でデッキの中に展開力がないんで、こういう魔法トラップは入れないといけないなとは思ってるんですけど、このデッキ、ちなみにこのゴルゴニックガーゴイルっていうモンスターもいましてね、説明させてた。これ岩石族が召喚に成功すると手札から出てこれるっていうなんかレベル3のモンスターなんで、これでまあ散々していくっていう、ちなみにデッキの中全部岩石族です。はい、なんでこれは絶対腐りません。でこれはもうおしゃれ枠ですこれはおしゃれ枠、なんか岩石レベル3って調べたらなんかグランモールいたんで、それ入れるでしょみたいな、それは入れるでしょみたいな感じで、鬼畜モグラは1枚入ってます。で、主役、実はこの、ゴルゴニックガーディアンっていうモンスターなんですけど、一応。なんだかんだね、このデッキね、一番強いモンスター何かっていうとね、これなんだよね。このね、ナイトメシャークっていうモンスターがね、マジで強くて、結構ワンキル決められるんですよ、コンセントレイトがあれば。だからコンセントレイト入ってます。まあ、コンセントレートでナイトメアシャークダイレクトアタックしてなんかダメステ2000上げてなんか4000でパンチしてグッドグッドグッドっていう展開ができるようにこれ入れてますこれ。なんでこいつは主役とか言ってますけど、実は主役こいつっていう話はある。これだけ早速ね、アルティメットゴルゴニックゲートガーディアンの力オーダーオブスタチューの、活躍をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方はもう一人の僕、お相手の方もう一人の僕、よろしくお願いします。デュエル3倍手札から魔法発動、ハンド弱ハンド弱、こういう時でもね、あれ出せばいいんですよ。ゴルゴニックゲートガーディアンの力オブスタチューを出しておけばなんとかなるんで、で俺は岩石の万兵の効果を発動、でこれで岩石族がいる場合特殊召喚、レベル3が2体、レベル3の岩石族2体でオーバーレイ、ゴルゴニックゲートガーディアンの力オブスタチューを出していくぜ。よっしゃ、ゴルゴニックゲートガーディアンの力オブスタチューを出して、これでターン終了。よし、これでだいぶいいぞ。こいつはね、簡単に、このモンスターの効果簡単に言うと強いです。簡単に言うと強い以上サイクルもいいだろう。まあ、ちょっと月の書とか打たれるとあれですけど、ただこのそいつは結構天敵ではある、割と。でもそうでもないか、意外と打点が上がったり下がったりする、下げてから効果発動する効果なんで、あいつワンがありますね。ガイア、はい、でも殴られると頼むぞ、モンスターを攻撃よ、普通にきついな、普通にきつい。でこれはもうここ止めて、これで融合させない問題を発生させて、これで結構強いでしょ。
融合できなければあいつらもんじゃないからね。さあターンエンドのターン、おーターンエンドマジ、ターンエンドマジ、あコンセント来た。あコンセント来た、やった。攻撃力を変化させてゼロにしていく。おいちょっと破壊するか、攻撃力ゼロのモンスターを破壊できます。このモンスターも強いから。おいレプティレスとかだったらもうなんか無限に入れるのかな、僕は。で、ガンスの今日召喚で、万兵効果、万兵効果で墓地から特殊召喚でレベル3が2台でオーバーレイ。コンセントあるんでナイトミアシャークで奇襲すればいいや。クリボールあっても多分これ2000では投げるんだろう。2000投げるかな、まあいいや、2000投げる。はい2000は投げる。あダメして、ダメして。おいぬるいねこのゲーム、このゲームガチでぬるい。この物欲しさをぶさってる男強いわ普通に。さあこれは僕自身の戦い。何レスキーラビット、ほっ、何ほどレスキーラビットの効果が何何これは同じタイプのデッキじゃないか、もしかすると。あーつえーつえーつえーよ、わつえー、俺もつえーよ。俺はサイクロンを発動、サイクロンの効果によって相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚選択してそのカードを破壊させてもらう。月の書いいだろう。そして苦渋の決断の効果を発動。さあ苦渋の決断の効果なんか光ってんな。こうして俺は岩石の巨兵を手段に加えていく。そうですね。一回月します。月って俺ナイトメアシャーク出したら勝てんじゃねこれ。これなんだろうねあのカード1枚、あのカードなんだろうね。そして俺は岩石の巨兵を召喚、僕はモンスターを召喚。なんか光ってんね。光ってんね、なんだろうね。あギャース、なるほどやりますね。スキルは別にいつに使ってもいいから、まあこれはエンドか。僕のターン、くっそ月の書2枚は強えぜ、やるじゃねえか。なかなかガンツの強兵いいだろう。今の骨の体か。強えな、あいつやってること強えぞ、あいつやってること強えぞ。やばいやばい、こっちもゴルゴニック、ゴルガニック、ゴルゴニックガーディアンを出していくしかねえな。パワーエンド、なるほど、はいはいはい。反転召喚どうすか。これ効果無効になっても別にいいんですよね。でもこれ今チェーンなかったんですよね。でこれ月打ちじゃないですか。だから速攻魔法発動、はい、どうすか、打点ゼロにします。さあ、これフリーチェーンでね相手の打点をゼロにして、効果無効にするよっていう効果を持って。さあゴルコニックガーディアンの効果、はい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 、で効果無効になっていく。まあそれは別に、でスキル発動、巨兵万兵。そして俺は墓地からガンガン的の万兵を特殊召喚、モンスターを召喚。そしてレベル3のモンスターが2体来るぞユーマ。これあこれ買ったんじゃねえ。これ顔面パーチで勝ちじゃねえ。おいおい。あでもこれあれか、こいつってさ単位制限ついてない、あカード名指定か、なるほどな。じゃあいいわ、バトルフリーズ、いけナイトミアシャーク、ダイレクトアタック、ダメージステップ、自分いいですか、コンセントレイト。草草アンド草。さあお相手の方、僕のターン、ハイバ君、ハイバ君僕結構ハンド強いよ、これこれが理想ハンドっすね、これが一番の理想ハンドと言っても過言ではないかもしれない。でガンスの巨兵持ってくる、ほんでガンスの巨兵召喚でスキル発動、これでゴルゴニックゲートカーディアン、エアトスオブオーダーの力オブスタチューを出せるから、これで岩石の万兵の効果発動する。でフィード上に岩石の虫がない場合特殊ができる。でブレサンのモンスターが32体でオーバーレイ、来るぞ海馬、海馬来るぞ、来るぞ海馬。さあレベル3が2体オーバーレイ、受けゴルゴニックガーディアン、
そしてゴロッチゲートガーディアンの力オブスタチューでセットセットセットおよそ最強ハンドでターンしろ。これは相当今3妨害です。今3妨害構えてます。今リンクスで先行3妨害です。強っ、はい、あグリプスやばいな。それは対象に取れないカード、うざいな。ヘイズビーストグリプス、サイドアドバンス条件特徴ペルトン、やばいよそんなあれあれやばいぞ。俺これフィールド上にセットされてるカード全部対象取るぞ。全てのカードが効果の対象に取るカード、もしかしてこれヘイズビースト展開されるパターンか。これモンスターを特殊召喚ちょっと待って、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 ちょっと待ってプレイバック、ちょっと待ってプレイバック、ちょっと待ってプレイバック、ちょやばすぎる。あモンスターを特殊召喚、やっばやっばムリ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 、マジでお三妨害構えたんだけど俺先行で、おかしくないっすか。俺三妨害構えたんですけど、おかしくないっすか。嘘だろ、こんなオフィスはこんなことある。先行三妨害余裕で超えんじゃん。これリンクスって神ゲーだな。